ミラクルスマイルフォレストミラスフォレへようこそ。今からインナーチャイルドの癒しというテーマで誘導瞑想を行っていきます。静かな場所で快適なポジションに座り、ゆっくりと深呼吸してリラックスした状態に入りましょう。目を閉じてもいいですし、開けたままでも結構です。インナーチャイルドとは、幼い頃に傷ついたトラウマや過去の経験を抱えている幼い内なる自分の分身であり、置き去りにされてそのままになっている自分の中の古いエネルギーと思っていただいてもいいでしょう。インナーチャイルドの癒しをすることは、知らず知らずに過去の経験から心に制限をかけてしまっている自分自身を解放し、現在のあなたの信念や行動に良い影響をもたらします。インナーチャイルドの癒しは、セルフラブの基盤を築く上でとても大切な部分です。自分自身を愛し、過去の自分に対する理解と受容をすることで、あらゆる状況に対しての認識が変わります。そしてインナーチャイルドの癒しによって、あなたの理想の実現への扉を開くきっかけとなるでしょう。それではもう一度深呼吸を3回して、今から自分の心の中にインナーチャイルドを呼びます。息を吸って、ゆっくり吐いて、もう一度息を吸って、ゆっくり吐き出して、もう一度息を吸って、ゆっくり吐き出していきましょう。両手を胸に当てて、温かさを感じます。呼吸を続けながら、自分の心の奥深い部分に潜っていくイメージをしていきます。心の奥底にいる内なる子供の存在を思い浮かべ、その子供がどのように見えるか、どんな気持ちでいるかをしばらく呼吸をしながら感じてみましょう。Thank you.
過去の出来事や痛みがある場合は、ちょっとそこに焦点を当てて、内なる子どもが感じている痛みや不安をありのまま受け入れて、その感情に優しく寄り添います。内なる子供に声をかけ、愛と理解の言葉を伝えます。例えば、私はあなたを愛しています。あなたは大切な存在です、とか、もう大丈夫、そばにいるよ、など何でもいいです。内なる子供が感じている感情を心の中で解放する許可を与えます。感情が自然に流れるように任せ、抑え込まないようにします。いろんな感情が出てきても、流れに身を任せ、委ね、呼吸とともに解放していきます。イメージで、内なる子供を包み込む安全な場所を想像します。その場所は、内なる子供にとって安心感と平和をもたらします。自分自身から共感と癒しのエネルギーがあふれるイメージを持ちます。そのエネルギーを内なる子供にも送り、インナーチャイルドを包み込みます。内なる子供と共に自分自身を受け入れ、自分自身への愛を誓います。これからはインナーチャイルドに
思いやりを持って接し、何か感情が湧き上がってきたら気づいてあげ、寄り添い、その声を聞いてあげましょう。この動画を何度も聞き流すだけで、あなたの中の詰まったエネルギーや感情が解放されて、いい人生の流れが循環し始めるでしょう。深呼吸を数回行い、ゆっくりと目を開けます。この愛と癒しに満ちた瞑想の感覚を心に留めながら、心の奥底に住む自分のインナーチャイルドと共に、これからの人生を一歩ずつ歩んでいきましょう。
Thank you.
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 うん。